キンプリヒラの使用、タトゥー入れる可能性。ジャニーズ事務所のタトゥー規制が変化する中、海外活動に向けて新展開。アリダスジャパンが、元キングピンス以下、キンプリのメンバーである岩橋源氏を最新 T シャツコレクションのキャンペーンビジュアルに起用したことが、彼のタトゥーについての騒動を引き起こしました。 これにより、タトゥー文化とジャニーズ事務所のルールについて再び議論が巻き起こり、平野仕様についてもタトゥーの可能性が取り沙汰されています。キンプリ岩橋玄樹のタトゥー騒動。アディダスジャパンが岩橋玄樹をキャンペーンビジュアルに起用し、その際に両腕に彫られたタトゥーが公になり、ファンの間で驚きと賛美の声が上がりました。 岩橋は以前からインスタグラムでタトゥーを一部ちら見せしていましたが、その範囲が予想以上に広かったことから多くのファンが驚いたようです。ジャニーズ事務所は基本的にタレントが公にタトゥーを見せることを禁止していますが、岩橋は退場後、このルールの制約から解放されたため、タトゥーを披露しています。また、他のジャニーズ事務所出身のタレント、 例えば元ニュースの手越祐也もタトゥーを公に披露しており、これが一種のトレンドとなっています。金プリ平野の仕様のタトゥー入れる可能性。岩橋玄樹のタトゥー騒動を受けて、今月にジャニーズ事務所を退所する金プリのメンバー、平野の仕様に対してもタトゥー入れる可能性が取り沙汰されています。 平野は海外進出を志望し、1年間の休業を考えていると報じられており、これによりタトゥー入れる機会が増える可能性があるとされています。女性セブン氏によれば平野は海外進出に強い意欲を抱いており、1年の休業を通じてその準備を進めるとされています。この報道から、彼もタトゥーを入れる可能性が高いのではないかという憶測が広まりました。 タトゥーは国や地域によって異なる規制があるため、海外で活動する際には制約が少ないことも考慮されています。ジャニーズ事務所とタトゥー文化。ジャニーズ事務所は長らくタトゥーを持つことをタレントに禁止してきました。この規制は日本の芸能界におけるイメージや倫理観に関連しており、 タトゥーは過去にはヤクザとの関連があるとされ、社会的には忌避されてきました。そのため、ジャニーズ事務所出身のタレントは、公の場でタトゥーを隠すことが求められてきました。しかし、近年、若い世代を中心にタトゥー文化が変化し、ファッションの一部として受け入れられるようになりつつあります。多くの若者がタトゥーを入れ、 公然と披露しているため、ジャニーズ事務所のタレントたちもこのトレンドに追随する動きが見られます。特に退場したタレントはルールの束縛から解放され、自身のスタイルやアイデンティティを表現する自由を持つことができます。平野仕様の海外進出とタトゥー文化。平野仕様が海外進出を目指していることは、彼のキャリアにおいて重要なステップと言えます。 日本国内においてはジャニーズ事務所のルールに従いタトゥーを隠す必要がありましたが海外での活動ではその制約から解放されタトゥーを自由に表現することができます。特にアメリカやヨーロッパなどの国々ではタトゥーが一般的に受け入れられており多くの有名なアーティストやセレブリティがタトゥーを披露しています。 この文化に適応し、自身のアイデンティティを表現する手段としてタトゥーを受け入れる可能性が高いと言えるでしょう。キンプリ・は橋シ・ゲのタトゥー騒動をきっかけに、ジャニーズ事務所出身のタレントによるタトゥー文化の変化が見られます。平野紫仕様の海外進出に伴い、彼もタトゥーを入れる可能性が高まっています。 ジャニーズ事務所とタトゥー文化の関係性は社会的な変化とともに変化していくことが予想されます。海外での活動に向けて彼らは自身のアイデンティティを自由に表現することができるでしょう。